皆さんこんにちは。健康増進課の楠木です。石崎です。今日はインフルエンザの予防についてお知らせします。石崎さん、気温が低く乾燥するこの時期はインフルエンザが流行しますよね。風邪とインフルエンザの違いは何ですか？はい、普通の風邪の多くは喉の痛み、鼻水、くしゃみや咳などの症状が比較的ゆっくりと進行します。また発熱もインフルエンザほど高くなく重症化することはありません。インフルエンザは突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身に症状が現れるのが特徴で、合わせて喉の痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。特に高齢者の方や基礎疾患を持つ方、妊婦や乳幼児は重症化しやすく注意する必要があります。ではインフルエンザを予防するためにはどうしたらいいですか？はい、予防の基本は流行前にワクチンを接種することです。ワクチンを接種することでインフルエンザの発症をある程度抑えることができ、発症しても重症化を防ぐ効果があります。また65歳以上の方や基礎疾患がある方はかかりつけの医師とよく相談の上接種を行ってください。まずは予防接種を受けることが大切ですね。では普段の生活の中で注意することはありますか？はい、インフルエンザは咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことで感染します。そのため普段から手洗いやうがいをしっかりと行いましょう。また日頃からバランスの良い食事と十分な睡眠をとり、体力や抵抗力を高めることを心がけましょう。手洗い、うがい、睡眠など基本的なことを続けていくことが大切ですね。ではインフルエンザにかかった場合はどうすればいいのでしょうか？はい、体調が悪いなと感じたら単なる風邪だと軽く考えず、早めに医療機関を受診してください。そして無理をせず安静にして十分な休養をとりましょう。特に睡眠を十分にとることが大切です。また発熱によって体から水分が失われているので、水分を十分に補給しましょう。塩分も補給することができるスポーツドリンクがおすすめです。熱が下がってもウイルスは体に残っており、他の人にうつす恐れがあります。そのため熱が下がった後も医師が指示した期間は外出を控える、マスクを着用する、咳エチケットを心がけるなどして周りにうつさないようにしましょう。咳エチケットとは何ですか？はい、咳やくしゃみなどの症状がある方に守っていただきたいマナーのことです。症状のある方はマスクを正しく着用し、咳くしゃみをする際はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔を背け1メートル以上離れてしましょう。また咳をしている人にはマスクの着用を促しましょう。インフルエンザは予防すること、そして周りに広げないよう注意することが大切というわけですね。そうですね、インフルエンザが流行する時期に入ってきておりますので、手洗い、うがい、咳エチケットに気をつけ、元気に過ごしましょう。